米国、フロリダ、ジャクソンビルのプラスチック製メールボックス。郵便受けとは、配達された郵便物や新聞などを受け取るための装置。日本語で言う、郵便受けは、英語では通常 A、レターボックスないし、B、メールボックスと呼ぶ。日本でのドアポストにあたるものは、メールスラットと呼ぶ。ドアポストというと、玄関の両脇の柱を指す。 ポストと呼ばれることも多いが、郵便物を差し出す郵便ポストとは異なるものとして、区別が必要である。形態は様々である。壁面に取り付けられているもの、ドアに取り付けられたもの、独立した箱になっているものなどである。設置場所は、玄関ドアに組み込まれたり、玄関や門の付近に設置される場合や、地区で共同で設置される場合がある。 建築時に作り付けになっているもの以外にも、郵便受け単体で購入できるものがある。材質も様々で、石材製、金属製、プラスチック製、木製などがある。プライバシーの問題から、錠をかけられるようになっているタイプのものが多い。錠の種類としては、キーロックやダイヤルロックなどがあるが、しっかりと鍵をかけていてもスロット部分から手や器具を、 用いて取り出すことが可能な場合もあり、ことに集合住宅の集合ポストがそうなっている場合などに、ドアポストの方に入れてくださいと表示し、封鎖している例も見られる。これには、単に開花まで降りていくのが面倒だからという理由も考えられる。日本、川越市内の軒下に設置された郵便受け。アメリカ合衆国では、郵便受けに、 差し出し郵便物を入れておくことで発送することができる。アメリカ合衆国ではレターボックスは郵便ポストのことを示す。イギリス、ロンドンの住宅の玄関ドアの真ん中に設置されている郵便受け。郵便受けに投函されるものは郵便物や認可を受けた新聞などにとどまらず飲食店などのいわゆる投げ込みチラシを含む。それらの競争が激しい地域などでは 郵便受けが宣伝で埋め尽くされることもある。集合住宅は一般家庭よりもチラシを配布する側にとっては効率が良く、それらが集中する傾向にあるため、それらを捨てるための専用ゴミ箱が置かれていることも多く、一部では管理組合によって広告禁止の掲示がなされているところも見られる。特に空き家の場合、チラシが回収されずに郵便受けないにたまり、溢れ出てくるため、 管理する不動産業者が広告投函禁止と書かれたシールで投函口を封印する場合がある。なお、これらの行為を行うため他人の土地の敷地や建物などに立ち入るとした場合、住居侵入罪が成立することがある。また、amazon.co.jp などの EC サイトやインターネットネットオークションによる個人取引が浸透するにつれて、ポスパケットや u m レターパックの使用が増えつつあるが、従来型の郵便受けでは、大きさの都合上、投函できない場合が多く、不在時は、不在通知を投函した上での持ち戻りを余儀なくされる。そのため日本郵便は、厚さ3センチメートル以上の定形外郵便物の、料金値上げを2017年6月1日から、値上げし、日本郵便と Amazon.co.jp は、 郵便受けメーカーと協力し、宅配便の宅配ボックスにも対応した郵便受けを開発するなどの動きもある。ありがとうございます。